日本軍に救出された避難民助手海戦経過用図黄河決壊事件は日中戦争初期の1938年6月に国民革命軍が日本軍の進撃を食い止める目的で起こした黄河の反乱である事件当時は黄河決壊事件と表記された中国語では花園区決定事件と呼ばれる犠牲者は数十万人に達し 農作物に与えた被害も住民を苦しめた。1937年の日中戦争開始より、日本軍は中国中心部への進軍を急速に進め、1938年6月までに中国北部全域を制圧するに至った。6月6日、日本軍は河南省の中心地である海風市を占領、鄭州市が攻略される状況となった。 西州は交通の動脈である平寛線と、老海線の両鉄道路線の合流点であり、日本軍が同地の攻略に成功することは、中国政府にとって、主要都市の危機に直結することを意味した。国民革命軍側では、竜東下第一戦区副司令官の、黄河の堤防破壊により、洪水を起こすことによって、日本軍の進撃を阻止する案がほど、先司令官に示され、 小解析の承認を得た。同様な目的での堤防決壊は、北支戦線においてもすでに何度か行われており、外国人消息通からの話として、同様に、黄河の堤防決壊を、乱風のあたりで行うことが考えられて、いるらしいという噂は日本にも5月半ば頃には、広く伝わっていた。これに対し、日本軍側は、進行を控えるよりも、 むしろその前にできるだけ進行を進めておくことで、事態に対応しようとした節がある。国民革命軍は本郷三流祭付近において5月頃から、住民の交通を遮断し、甲賀本流が菓子に激突する場所に、内径10メートル、深さ15メートルの穴を掘り、これを互いに横甲で連結して爆破する準備を行ったが、事件後にも、 未完成で爆破されなかった穴が数個残っていた。海風北方の堤防場では溝を掘って増水器に自然に決壊するように準備されていた。堤防破壊の準備作業は5月下旬から確認されており、国民革命軍は1個師団の兵に加えて付近の農民を強制して作業を行っていた。昇進将軍は海石から 日本軍前衛部隊の背後をつく形での堤防爆破を命じられたが国民革命軍の撤退が終わるまで爆破を延期していたこの間紹介席は爆破が行われたかについて何度も問い合わせを行っている6月7日には厨房付近で爆破が行われたがこの作業は失敗し場所を花園口に変更して作業が進められ6月9日午前9時に 作業が終了し、黄河の水は、堤防の外に流出した。氾濫は、河南省、安岐省、チャンスー省にまたがる5万4千平方キロメートルの領域に及んだ。水没範には11都市と4000村に及び、3省の農地が、農作物ごと破壊され、多いもので水死者は100万人、被害者は600万人と言われるが、被害の程度については、諸説ある。 被災地における日本軍の救助作業国民革命軍は開封陥落直前に約8キロメートルにわたって黄河の堤防破壊を行い、雨季に入る開封一帯を水没させた。堤防の破壊作業は早いものは6月上旬中から数度にわたって行われる形となり、当初の被害の限定的であった。しかし、6月11日夜には、 呂海船厨房の正方 20km の地点で、黄河の堤防3カ所が破壊され、水が石を切って流れ出したため、12日午後5時に、日本軍の2部隊が、堤防修理に出動し、開封治安維持会からも50名以上が、自発的に応援に出た。洪水は、厨房を中心として、幅約 20km にわたり、5m 弱の高さを、 持った厨房城壁は30センチメートル程度を残すだけとなった。幸い線路が高いところに位置していたため、住民は線路図体に徒歩で東方に避難した。日本軍はイカダ船百数十層を出して、住民と共に救助活動を行い、同時に氾濫した水を厨房付近から別の地域に誘導するために堤防と稼働を築いた。この山上の中で、 日本軍には犠牲者、被害ともにほとんどなかった。国民革命軍は現場に近づく日本軍に攻撃を加えたほか、日本軍が住民と共同で行っていた防水作業を妨害した。全般に当初の洪水による被害は限定的であったようであるものの、その後の雨による増水で、それまでの決壊箇所から崩壊が拡大、被害が極めて広範囲に及び、 場所によっては人の避難が間に合わない事態となった。通常、7月が増水期でありその時期に決壊が起こることは以前からあったため、6月のこの時期としては思わぬ量の雨のため国民革命軍の想定以上の事態となった可能性がある。被害の大きさが分かってからは国民革命軍側でも堤防復旧作業に対する妨害は 取りやめることにされたとの日本メディアの報道もある。日本軍に救助された避難民は海風方面1万、主戦鎮、通り元方面5万、維新方面2万、その多数万であった。中国国民党は当初から高賀決壊事件は日本軍が引き起こしたものであるとの発表を行っていた。6月11日午前、中国国民党の通信社であった中央社は 日本の空爆で黄河決壊という偽情報を発信した。6月13日には全土の各メディアが日本軍の暴挙として権限した。各国メディアはこの発表に対しては慎重な姿勢を示した。また日本側も中国側の発表を否定するコメントを出した。中国側からは最初は黄河の堤防破壊は 堤防の陰に避難している中国軍を日本軍が砲撃及び爆撃した時になされたものであるとの説明がなされ、後には事件は日本軍によって意図して行われたことであり、厨房と低州地区にある中国軍陣地への水攻めとし、かつ公表連絡を脅かすゲリラに対する戦略であり、関東への絶え間ない無差別爆撃と同様に、 中国民衆を威嚇する日本軍の作戦の一部とされた。さらに報告では、日本軍機による、中央北部の堤防への爆撃が続けられ、これが洪水を悪化させ、かつ、日本軍は、洪水の被害を受けた地区からの避難民を機関銃で、銃撃していることが説明された。日本側は、海風の堤防破壊は、中国軍に強制された農民によるものとの声明を、出し、 日本軍は、自軍の前進を妨げる洪水を引き起こすことはなく、また、堤防の大きさを考慮すれば、爆撃と砲撃によって、堤防を破壊することは、不可能だったと主張した。なお、日中双方とも破損した箇所を塞ぐため、農民の援助を得ながら懸命な努力をしていると、主張していた。日本国内では、同盟順法が、現場の声として、 日本軍の堤防修理や避難民救済の活動により中国民衆の日本軍に対する理解が深まり図らずも日本軍と中国民衆を固く結びつける機会となっていると報じたアメリカにおける報道は被害の規模を伝えるのみにとどまりブルックリンデーリーイーグル紙が6月16日に日本軍が必死の救助活動をしていると報じた程度だった日本の 同盟巡報はアメリカでは災害が人災であることを伝えていないと報じている。英国では事件が日本軍の砲撃で引き起こされたとする中国側の説明に無理があることを示しながら双方の主張を伝えた。ロンドンタイムズは事件をスペインと戦ったオランダ人のように中国人は堤防を破壊して日本軍の進撃を止めたと報じ中国のプロパガンダは 額面通りに受け取られるべきではないと断った上で、それによると、日本人の被害が5000人とし、日本側はこれを否定しながらも日本軍の動きが制限されたことを認めたことを伝えた上で、この事件が中国の長い歴史の中においてさえ、比類のない大災害の恐れがあるとし、国際連盟から送られた専門家の支援による治水と、 公衆衛生工場のための巨大な建設作業を無に、返したことを指摘した。フランスでは6月9日上海発アブアス電は、観光からの報告として、中国軍は、黄河の堤防破壊による洪水で、日本軍の進撃を阻止し、日本兵は五戦歴史という類の報道により、中国側の成功として紹介されたためとか、以降、左翼系の新聞を中心に、 パリの各市が取り上げた。中仏中国大使館は6月15日夕方、甲賀結界に関するコミュニケを各通信社、新聞社に送った。その中で15日観光来電として事件を起こしたのは日本であるとしていたが16日の各市長官は全くこのことを掲載しなかった。6月17日にはフランス級新社会等機関紙、共和法は 黄河決壊事件は中国軍による自作自演であり、主筆ピエールドミニクの論説では中国軍の黄河の堤防破壊は下級軍人の個別の行動ではなく有識者が熟慮の末に重大な責任を自ら負って準備決行したものであるとしている。スペインのディアリオ・バスコガミは6月19日の社説で中国軍は黄河の堤防を破壊してノアの大洪水に勝る。 大水害を起こそうとしている。中国の中部地域における70万平方キロメートルの地域が水没の危機にさらされ、7000万の住民が大洪水の犠牲となろうとしている。しかし、A、ええ、B、仏いずれからもこの世界に前例なき人類一大殺害に対し一言たりとも抗議する、声を聞かない、と伝えた。洪水は、 何百万もの家を水没させたが、あらかじめ知らされていなかった、大多数の住民には逃げる時間がなかった。ただ、堤防の破壊地点付近では、国民革命軍が知らせたため種子、家具重機類は高い場所に運ばれ、同時に、見舞い金も渡されていたことが、住民から報告されている。洪水を引き起こすために花園口で堤防を破壊する。 ことが必要だったかどうかは、その人的被害の大きさとともに今も議論されている。1940年までは、洪水が日本軍に機動性の難題をもたらし、戦局が膠着したため部分的に成功という説もある。日本軍は武漢三地にへの進撃を一時停止せざるを得なかったが、進路変更により、 観光作戦の発令から2ヶ月後の10月26日には部下に地鎮を占領した。甲賀結壊による被害は、剣壁清野という焦土作戦とともに中国民衆をさらに苦しめることになった。農作物にも大きな被害を与え、さらに核勢力による食料調達のため、農民は厳しい搾取を受けることとなった。 1938年の堤防決壊による直接の農業生産への打撃による穀物不足は1940年10月の収穫まで続いた。もともと牧海に流れ込んでいた黄河が流れを変え東南方に氾濫し、いわゆる新黄河となって、洋子港流域沈郊付近から航海に注ぐようになったことで、それまで黄河によって潤されていた。 北市の田畑は夏になると乾燥して水気金となり反対に中市の新工が流域地方は毎年洪水に苦しめられることになった。工河の流れは南側へ変わり航海に注ぐようになったが堤防が1946年から1947年にかけて再建されたことで1938年以前の流域に戻っている。1942年に 河南省で日出りによる干ばつが起こった際に飢饉が発生し、道端には投資者とが死者が溢れ、上から死肉が食べられたと伝えられる。オドリックの河南省に対する研究によれば、これらの時期に死者300万人、土地を捨てた者300万人、救援を待つ、飢えた人々は1500万人を数え、干ばつによる1942年末の飢饉。 1943年夏の稲子の被害と続いた時期に、カナ南の西部、南部、東部の順に伝染病の被害があったことも指摘している。日本は軍の展開のためだけでなく、日本本国への現地からの食料を輸入を必要としていたものの、基金の数年間、日本側は各地の倉庫から食料を放出した省からも雑穀を輸入し、 飢えた人々にも食べさせられる食料供給を図ることが課題となったとされ、これは国民党、共産党ともに同じ状況であったとしている。その一方で、ウーは基金の年月付きにおいても日本軍やその区物による過酷な食料集奪の手法や苛烈な挑発が行われていた事実を多数報告し、それが農民をしばしば共産党側に追いやったとしている。 これについて、挑発に関しては、国民党と共産党を含めた、どの当事者も似たようなもので特に敵対側の管轄地域で多かったが、日本軍は、農民から挑発するためにより組織だった暴力と拷問を用いていたほか、国民党と共産党は、外国の侵略勢力と戦っているとして、自らの行動を道義的に正当化できたこと。 日本が都市という消費地域を支配するのが一般的であったことに対し国民党と共産党は農村の生産地域を支配したことが国民党と共産党に有利に作用したとしている。環境破壊としては全企業の研究によればマトークで小麦に変えて日本側による米の作付け強制等が行われ水の流れが変わり小麦生産が激減したこと日本軍による 相当、飛行場建設による畑等の破壊、1942年に、日本軍の甲賀大橋修理が洪水をもたらしたことが、挙げられている。作家である、流神雲の小説、温湖1942によれば、1942年から1943年に、かけて、河南省では、水管罰体湯と呼ばれる水害、干抜、稲子の発生、及び、 油温白による重税により、300万人余りが、餓死した。この状態が続けば、河南省は全滅していたが、1943年の冬から1944年の春までの間に、日本人が、河南の被災地区に入り、軍領を放出して、多くの人々の命を救ったという。竜の小説によれば、この結果、河南省の人々は、 日本軍を支持し、日本軍のために道案内、日本軍側前線に対する広報支援、単価の担ぎ手を引き受けるのみならず、軍隊に入り、日本軍による中国軍の武装解除を助けるなどした者の,の数は数え切れないほどだったとされている。1944年春、日本軍は河南省の総統を決定した。そのための兵力は約6万人であった。 この時、河南戦区の小河内分司令官は、河南省の主席と共に、農民から彼らの生産手段である工牛さえ、挑発して、運送手段に充てることを強行し始めた。これは農民に耐え難いことであった。農民は、領銃、清流等、鉄の桑で自らを武装すると、兵士の武器を取り上げ始め、 最後には中隊ごと次々と軍隊の武装を解除させるまでに発展した。推定では、カナンの戦闘において数週間のうちに約5万人の中国兵士が自らの同胞に武装解除させられた。すべての農村において武装暴動が起きていた。日本軍に敗れた中国兵が至るところで民衆によって襲撃、残殺、あるいは略奪され、武器はもちろん、 衣服までも剥ぎ取られた3週間以内で日本軍はすべての目標を占領し南方への鉄道も日本軍の手に落ちたこの結果30万の中国軍は全滅したとされている以上については日本の防衛省には証明するような資料はないようだとする見解があるこの竜の小説を中国語で 報告文学と呼ばれるルポルタージュないしノンフィクションと捉える向きも日本にはあるが中国では調査対小説という言葉であくまで小説とされている。ありがとうございます。